おはようございます。本日3月の28日は東京都を見た後、その後はさらに千葉県の方までずっと進んでいくという、まあなかなか大変な旅でもあります。割とゆっくり家で寝てきましたので体力は余っています。まず昨日の続き、武蔵野線から先進んで西国分寺というところから中央本線に乗り換えて、そして東京都の西部の中心の町、三鷹の一つお隣、吉祥寺に到着しました。吉祥寺っていうのはね、何度か来たことがありますけれど、ただもう最近のことではないですね。相当大きな町です。京王井の頭線の終点の駅となっていて、若者、特に女性からの人気が高いそうです。こういったところに来ようという計画は今回の最長往復切符の旅では持っておりませんでしたが、昨日八高線、高崎線などに乗っている時、 JR が配っているパンフレット、女性向けのものを見つけて、あ、吉祥寺というのはどうも女性が好むものがあるらしい、いろんな旅行をしておくこともいいだろうと思って吉祥寺のおしゃれなパンケーキ屋さんに来ました。行列はしてなかったんだけど、焼き上がるまでに時間がかかりまして、まあそれは待つことにしました。こんな時刻表なんていうものを取り出しながらね、髪の毛もまともに切らなかった。奇跡のパンケーキという名前で売っていました1080円のパンケーキ、まあ、この時には割と収入が増えていたんで、パンケーキぐらい食えるわと食べたわけなんですけども、これはね、実際美味しかったんですが、まあパンケーキ1個に1000円も取ったわけですから、それは美味しくて当たり前だよなという風な気もしたものです。だから当然のパンケーキとか、そんな風な名前を付けたような気がしますが、まあ割と間違った名前ではなかったかと思います。中央線に乗って青梅街道をまたぎ、そして新宿の駅を過ぎます。中央線の快速電車はもう乗っているだけでも、うわすごい大都会だと思って、なかなか面白いところです。四ツ谷からは快速電車より各駅停車電車に乗り換えます。次に向かいますのは飯田橋です。6つドアの電車が来ましたね。そして外堀の脇、釣り堀になっているところを通過して、そしてまずこの飯田橋では一つ大事な用事がありました。警視庁遺失物センター。警視庁管内での落とし物は基本的にこの飯田橋の地に集められるということになっています。でここに行ってですね、私はある一つのもらい物をする必要がありました。実は最長往復切符の旅が始まる随分前に、私は道で現金1万円を拾ったんですけれども、それを交番に届けまして、そして交番の人がじゃあそれを処理してくれてですね、落とし主は現れなかったので1万円は私のものとなったわけです。これはこの旅において非常にですね、重要な ありがたい1万円となりました。その後少し歩いていったのかな、靖国神社が近くにありましたので、これをとりあえず見学、まあ参拝とかそういうことはしなかったですけどね。桜はまだ少し早かったけれど、少しずつ開花をしてきているようでした。一応開花宣言がもう出ていた頃だったかと思います。いや、もうちょっとね、開花が少し早ければ、例年並みであれば、まあ満開に近いような桜を楽しむことができたんですけれど、これすごいですよね。もう関東軍、第五軍司令部、生存社会、そういう風なものがですね、たくさんこういう記念の植樹があって、戦争というのはそれほど昔のことではないのだというのを、あまり寿命の長くないソメイヨシノたちが教えてくれます。この日はお休みの日だったのかな。もうすごい数の観光客が来てましたけどね。靖国神社は政治の話でよく有名になりますけれど、それ以上に東京有数の観光地としても知られているのです。立派な銅像とかね、それから大きな鳥居とかあって、東京の中でも本当に特殊なところなんだという感じがしてきます。なんか戦闘機とかも靖国神社に展示してあるそうですね。私はまだそういうの見に行ったことがありません。大きな大きな日の丸と、やはり大きな鳥居、それから日本陸軍の確か祖として知られるような人ではなかったですかね。私の間違いだったでしょうか。大村益次郎の立派な銅像があって、東京三大銅像ということで知られています。また江戸城北の丸には有名な日本武道館と、その手前に江戸城田安門があります。江戸時代からずっと残っている建物です。あ、武道館は江戸時代のもんじゃないですよ。それは一応言っときますけどね。さて時間が足りなくなってきましたので、今また飯田橋の駅に戻ってきました。これから先中央線も一度乗り換えるなどして東京駅へ向かいます。向こうに丸の内線も見えましたね。もともと陸軍の交渉がありました。東京ドームシティを過ぎ、お茶の水からは中央線の快速に乗り換えです。これで東京駅へ向かいます。東京から先ちょっと時間に余裕がありません。さっき飯田橋、靖国神社周辺で少し時間を使いすぎてしまいました。割と急いで京葉線に乗り換えなければいけませんが、中央線から京葉線の乗り換えはかなり大変です。多くの人たちがたくさん歩いています。その中をかき分けていくというわけにもいきませんが、それでもなるべく安全に進まなければいけない。動く歩道以外は走っていないということですが、ただエスカレーターを歩くのは良くないと JR が言ってるんですよね。まあ今だったらちょっとそういうことはしないですけれども、まあともかく大急ぎで進み、人とぶつからないようにしながらディズニーランドへ向かうというような人たちをなるべく一生懸命追い越して、そしてさらに動く歩道を歩くことはせず、その脇を走るなどして、そして京葉線の電車に間に合いました。確か快速だったかな、忘れてしまいましたけれど、しばらく進んで、でこれで急いだ理由というのはですね、ある一箇所のところで私は寄り道をしたかったからです。舞浜駅で途中下車をします。東京ディズニーランドホテルが立派です。
この間泊まりましたね。もう縁のないところだと思っていたのに、ついに泊まってしまいました。この舞浜でディズニーランドに行くということはせず、緑の窓口で特急列車の切符を買うなどしました。そしてさらに進みまして、確かね、データが壊れてしまったんで、こっから先の映像がなかったんですけれども、一気に今房総半島の南の方まで、すいませんね、立山の駅に到着したところです。この立山駅では名物のクジラ弁当を購入しました。これはね、予約しておくといい弁当だったかと思いますけれど、結構私の好きな駅弁ですよ。もうクジラがこのようにたくさん、南房総の名物たる食べ物です。この立山から先、さらに内房線、そして外房線と乗り継いで房総半島をぐるり一周します。ただもう夜の遅い時間になってしまいました。房総半島のかなり最南部のところで、こんな遅い時間に途中下車をします。ここから15分ほど歩いていくと誕生寺という名所があるのです。日蓮宗の開祖となった日蓮が、この阿波小湊鯛の浦というところで生まれたということになっています。まあ、これは最長復帰の動画を見ていただいてもいいのですが、あまりにも夜が黒すぎますので、どちらかというと、あの前にですね、阿波鴨川とか、あの南房総に行った時の動画がありますので、よろしければそちらをご覧いただきたいと思います。ちょっとこれでは暗すぎてなんだかよくわかりませんもんね。この場所の目の前には鯛がたくさん住んでいる鯛の浦という場所があります。でなぜかわからないけれど、不思議と鯛がたくさん住んでいると、もうそういうことで有名です。あ、これはホテル三日月ですね。これは確か、あの最近新型コロナウイルスの感染された方をね、しばらくの間ここに住んでいていた、あの入っていただくということに使ったところではありませんでしたか。それから先、結構な雨が降ってきて私も濡れてしまいましたが、外房線とそれから特急列車若潮号などに乗り換えてさらに北上します。結構特急なども平然と使っていたのは、やっぱりね、この時は割とお金があったんですよ。3月の下旬って YouTube だと割と儲かるような時期でして、私は当時その仕組みをあまりよく理解していなかったので、もうなんだかじゃんじゃん特急列車に乗ったり、美味しい駅弁を買ったりして、まあ、それからこの日はやっぱりね、靖国神社のところであの1万円をもらいましたんで、それが大きかったですよね。そしてこの日は外房線から少し乗り換えた東金線の福田原というところで終わりました。インターネットカフェ快活クラブが歩いて2キロほどのところにあります。そして翌朝3月の29日です。福田原駅はさっきも言いましたように、ネットカフェからだいたい2キロぐらい。もうネットカフェってね、駅と駅のもうちょうどあん中真ん中のところとかにあって、利用するのが大変なこともあります。ただ宿泊代はそれに利用するのが一番安いので仕方ありません。ちょっと時間が遅くなってきてしまったようで、私は走って駅まで向かったんですね。そう、走っていたところでね、そうそう、あの女性がね、私に頑張ってねっていう風に声をかけてくださったんですよ。ありがとうございますと言いながら、その方を列車から追い抜く、なかなか楽しい経験じゃないですか。そしてさらに総武本線に乗り換えまして、到着した今この駅は鳴門駅です。これなんか動輪が飾ってるのは何だったかな、なんか戦争が関係したんじゃなかったかと思いますけれど、蒸気機関車の動輪が飾ってあります。この鳴門の名物、あまり有名な地名ではありませんが、実はここはイチゴの産地です。そしてそのイチゴ農家のところまで行って、まあ、イチゴを買ってこようと思ったんですが、あまりにも車がたくさんいてですね、渡るタイミングが全くなく危なくて全然通れないと。いやー、これは困りましたね。これのせいでね、列車には乗れませんでした。ともかくイチゴを買ってくるということはできました。しょうがないので後続の特急列車に乗ります。特急に乗るお金がまあまああったのは良かったですが、ただなるべくやっぱり出費は減らしたいものではあります。特別急行潮西号に乗って、イチゴを片脇に、小脇に携えて、それからさっき車に阻まれてしまったのでポテトチップスを買いました。これをバリバリと食べて気分を回復させます。まあ、実際にはそこまでね、めちゃくちゃ腹が立ってるっていうことはなかったんですけども、動画としてある程度面白い方がいいかと思ってね。そんなこと言ったら興ざめですか。しばらく先、松岸というところから実際折り返さなければいけないのですが、この特急列車は松岸駅には停車しません。そのまま行き過ぎて銚子というところが終点です。まあ、銚子は皆さんご存知ですね。犬吠埼、日本で一番最初に初日の出を拝むことができる場所などとして知られています。ここには醤油屋さん、ヒゲタ醤油の工場などがあります。まあ、他にも醤油屋さんは確かこの銚子にはいくつかあったと思いますが、銚子の特産物といえばお魚、それからお醤油です。千葉県には結構醤油の産地が多いですよね。それからここの他にも千葉は野田などが確か醤油の産地ではなかったかと思います。来ました、ヒゲタ醤油。ここはね、撮影させていただくことは残念ながらできなかったんですが、中はなかなか楽しい見学になりました。ただ本当に申し訳なかったのは、あの見学コースがですね、時間があの限られていたんですけど、私が思っていた以上にその見学の時間がですね、結構かかっていたもので、だから途中で離脱してきてしまったんですよね。本当に失礼だったなと思います。もう一度ね、ちょっとその見学を改めてさせていただきたいなということを思ってはいるんですが、なかなか銚子に行く機会が今のところありません。そしてそれから先、銚子から二手に分かれます別の路線、成田線というのに乗って途中の佐原駅で降りました。この佐原は大変有名な観光地です。
もともと佐原というのは昔ですね、水運の関係で江戸の方までここから物資を運んだりということをしていたので大変栄えた商業の町でしたが、ただ明治以降どんどん衰退してきて、そしてもう今や見る影もなしと言いたいところですけれど、その昔の町並みをじゃあ頑張ってなるべく一つでも多く復活させて観光客をもう一度呼び戻そうということを地道にやりまして、そして現在は千葉県でも有数の立派な観光地にまた返り咲いたわけです。観光客の方も実際多いですしね、ゴールデンウィークとかもすごい混んでましたけれど、そんなうまくいろいろと考えて起死回生の攻勢を打ち、うまく成功させた佐原、なかなかこれはね、見応えのあるところだなと思いますし、その歴史にも見応えがあると思います。その佐原からさらに成田方面へ向かいます。普通列車は空いていましたが、お客さんはいっぱいでしたね。佐原からお客さんがたくさん乗ってくる、まあそれぐらい栄えたところであるわけです。さらにここから先、千葉などで乗り換えて東京都心の方面へ戻るということになります。千葉都市モノレールが見えます。千葉は政令指定都市、立派な、本当に立派な駅ですね。もともとはね、めちゃくちゃ汚い駅だったんですけど、いつからこんなに綺麗になったんだろうなと思えるほど本当に驚く立派な構造に変わっていました。そして総武本線に乗って快速列車はものすごい勢いで飛ばしてくれます。錦糸町からはまた各駅停車の列車に乗り換えて、結構古い構造などもたくさん見ることができます秋葉原の駅に到着。これで前日からですね、東京とかそれからお茶の水とかそういうところからぐるっと大回りをしていたんですけれども、そこから先京浜東北線に乗り換えて今度は東京都北区にやってきました。ここは有名な飛鳥山公園という江戸時代からの桜の名所の最寄り駅です。そして本日はちょうど東京は桜の季節ということでやってきました。無料のケーブルカーといいますかモノレールのようなものに乗ってきたんですけれども、お花見をしている人は多かったですが、まだね桜にはねちょっと早かったと思ったら、割と早く咲いてくれているソメイヨシノなどもありまして、あ、一応東京に咲く桜を今年も見ることができたかと、私もおおとこればかりはね見て立派な景色に感動したものです。まあ立派な景色というほどではないけどね、もっと本当は咲くんですけども、咲いているだけでもそれはそれで喜ばしいものでした。さて、これからいよいよ首都圏を離れてもっと北方へ進むことになります。お楽しみください。ありがとうございました。